この映像では、実際に読み聞かせをする際に役立つ技術的なことについてお話しします。読む絵本が決まったら、その本に開き癖がついているかどうか確認してください。図書館の本はたくさんの人が手にしているので、本が開きやすくなっています。しかし、買ったばかりの本やご家庭の本は、本が開きにくいことがあります。ここで開き癖のつけ方をご説明します。まず絵本をテーブルなど平らなところに置きます。真ん中あたりを開いていただいて、喉奥の部分をぎゅっと押します。この作業を他のページでもやります。すべてのページでやることで本が開きやすくなります。このひと手間をかけると絵本が持ちやすくなりますので、やってみてください。次に持ち方です。基本的にはグラグラしないようにしっかり持つということが大切です。グラグラすると子どもたちが集中しにくくなります。本には横書きのものと縦書きのものがあります。ページのめくりやすさを考えて、私たちは横書きの本は右手で、縦書きの本は左手で持つことをお勧めしています。絵本は横書きが多いので、この場では横書きの大きな株を使ってご説明します。右手で持つとお伝えしましたが、表紙の方は親指を立て背に沿わせます。内側では4本の指でぎゅっと押さえますが、その際絵を隠してしまわないように気をつけてください。また絵本が後ろに反っていたり、右や左に傾いていると見えにくく感じます。絵本を持った状態でまっすぐになっているかどうか、誰かに見てもらうと良いでしょう。また、腕を体に近づけて脇を締めると安定してグラグラしにくくなります。次はめくり方です。本によってめくるポイントが異なりますので、何冊か使います。めくるときは基本的に絵本を持っていない手でめくります。下、あるいは上から手を下に下ろして準備をし、めくるときは下を押すようにしてめくります。このとき横書きの本を右手で持つことで事前に準備ができます。左手で持つと読み終わった後にめくることになるので、準備ができず焦ってしまうこともあります。ページをめくった後に、手で絵を隠さないようにも気をつけてください。また、めくり間違いも注意が必要です。株が抜けてしまったページを見せた後で、また抜くページに戻るなどすると、子どもは興味をそがれてしまい、信頼を失うことにもなります。間違いのないようにしっかり練習してください。読み始めについてです。表紙を見せながら、ドロンコハリーとタイトルを言い、一枚ずつ丁寧にめくります。特にこの本では、文章が始まる前から絵でお話が始まっています。飛ばしたり、さっとめくったりせず、一枚ずつ丁寧に見せましょう。また、本によっては最後まで工夫のあるものもあります。小さなヒッポという絵本では、
後ろの見返しも舞台の皮が描かれています。この場面もしっかり見せ、裏表紙を見せた後に表紙に戻り、小さなヒッポとタイトルを伝えます。そしてこの本は表紙と裏表紙で一枚の絵になっているので、広げて見せてあげることも大切です。めくるスピードは場面によって異なります。例えば、3匹のヤギのガラガラドン。一番大きいヤギが登場し、トロルに怒鳴る場面では、迫力があり、気持ちも高ぶっているので、さっとめくることで子どもの気持ちに合います。反対に、大きな株。おじいさんが株を植えて株が育つ場面は、ゆっくり時間が流れるので、それに合わせたスピードでゆっくりめくります。読み手がお話を理解して、めくるスピードを意識することが大切です。絵本をまっすぐに持ちながら、スムーズにページをめくるのは難しいことです。何度も練習することで、持ち方もめくり方もスムーズになります。次に読み方についてです。大人数の子どもたちに向けて読むときは、はっきりした声でゆっくり読むようにしましょう。ページをめくってすぐには読まず、一呼吸置いて読むと良いでしょう。まず、子どもたちがどんな場面か理解して読むことで、子どもたちもお話についていきやすくなります。会話の部分は大げさに小姉を使い分ける必要はありません。読み手がお話をよく理解して楽しみながら読むことで、棒読みにはならず、自然な緩急や抑揚がつきます。ここで大きな株を少し読みます。大きな株。大きな株。おじいさんが株を植えました。甘い甘い株になれ。大きな大きな株になれ。甘い元気の良い、とてつもなく大きい株ができました。おじいさんは株を抜こうとしました。となります。簡単だからといって練習せずに読むことのないようにしましょう。絵本はひらがなが多く、漢字を読み慣れている大人には読みにくく感じます。また絵本を見せながら遠くに離れた文章を読むことは、意外と難しいものです。大きな声で読んでしまったセリフの後に、と小さな声で言いましたと書いてあっても後戻りはできません。たとえ知っている絵本でも、たくさんの子どもたちを前にすると緊張します。普段は持ち慣れない形で絵本を持ちますし、ページをめくることにも意識を向けなくてはなりません。少しでも不安がなくなるようにたっぷり練習してください。子どもたちに読み聞かせるのと同じ体勢で、10回は練習すると良いでしょう。また、誰かに聞いてもらえるとより良いと思います。